はいどうもアニマルパテマソでございます。はい、というわけで久々の金魚水槽の近況でございます。はい、ただいまこんな感じになっております。ちょっと寂しくなりましたね。はい、大きくなっていた2匹がいなくなっちゃいました。はい、私一番気に入ってたですね、タカとアズマ2匹がですね、2ヶ月経たないぐらいで行っちゃいました。まあ、原因は婚姻の失敗というか、まあ、追われてたっていうのもあるんですけども、その前にこの水槽を見てもらったら分かるんですけど、右の方にオーバーフローの管があるんですけども、その管でちょっと怪我しちゃいまして、でそっから、まあ、元気ではあったんですけども、周りの近所にそこをねつつかれるようになっちゃって、まあ、最終的に隔離してたんですけども、そっから1週間2週間ぐらい元気にしてたんですけども、急に死んじゃいました。でもう1匹は、トリコカラーの、オランダ獅子頭、それもね前日までめちゃくちゃ元気だったんですけども、急に突然死して2匹いなくなったという感じでございます。しかし、まあ新たにね1匹今頃映ってますね。こいつ金魚のような金魚じゃないやつ、はい、プラチナのパロットファイヤー、はい、こいつがね結構ね他の水槽ではねブイブイ言わしてて、大きい水槽に入れると食べられるんでってすごく持て余してたんですけども、金魚水槽に移した途端割にねうまくいっております。もうここに入れて1ヶ月以上、まあ2ヶ月ぐらい経ってっかな、経ってるんですけどもね、パロット、はい、今入れております。はい、まあ今はこんな感じで、デメキン2匹と、ダルマリュウキン1匹、そして、オランダシシガシラが2匹となっております。そしてパロットファイヤーとエサキンの金魚1匹だけ、ちょっと黒い柄やったんですが、どんどん赤くなってきましたけども、それが入っております。はい、まあというわけでちょっとね殺風景になりましたけども、まあ水槽とサイズとしてはちょうどね生態数はちょうどいいぐらいかなと思います。でもね、ダルマリュウキンでっかくなってきた元気ですよ。ゾイツもこいつも元気は元気、このヒレがちょっと奇形のねこのデメキンもすごい元気でね、まあ、でもねほんとね何が原因で死ぬかがよくわからない。本当にオランダシシガシラのトリコに関しては急にでしたからね、もうその日の朝まで飯普通に食ってましたけど、夜見たら死んでるっていうかね、なんでしょうね、ああいうのはね、金魚飼ってられる方は多分ね、お金少なかで経験あられるとは思うんですけど、こういう丸物系のね金魚はねありますよね、怖い。まあ、あとはねこれがもうちょっと大きくなってきた時に発情した時とかにね追われまくったりとかしてね、メスが疲れるっていうことも出てきたりもしますので、まあちょっと当面このままで様子見て、まあもし大丈夫そうであれば、今度はもうオスメス判別できたらね、オスを極力入れたいかなと思ったりもしております。もうメスは入れないようにしてね、はい、チビキンも元気でデメキンも元気です。チビキンもねもともと3匹ぐらい入れたんですけどね、風呂床にちょっと引っかかって死んでたりとかしてたんで、もうその辺はもう大型魚の餌にいたしました。はい、こんな感じでございます。まあほんとね水替えもね月にね 2,3 回してるんですけども、餌の方も朝に1回だけ、そんな与えすぎっていうこともないんですけどね、もうほんと病気になってんのか、もしくは何かしらのもっと他の外傷的原因なんかちょっと分かんないですよね。死んじゃうときは本当に、まあ、何かしら原因はあるんでしょうけど、僕では分からなかった。まあ、他の魚にもなんか予兆があったりとかしたらもっと分かるんですけども、まあ、そういうこともなく、まあちょっと少々減っちゃいましたが、はい、まあちょっと当面このぐらいの引き数で様子を見て、まあ安定してたらまだ1匹ぐらいあったかくなってきてからね、はい、お迎えしたいかななんてね思っております。はい、まあ、というわけで金魚でございました。まあ、というわけで2匹ほどね金魚減っちゃいましたが、パロットファイヤー
割にあの今夜に向こうかな金魚とはねかなと僕は思っております。まあ、水温もね25、6度で維持してますんで問題ないと思いますので、もし興味あられる方があれば試してみていかがでしょうか。というわけでアニマルパテモスでした。アニマル。